こんにちは、今回見つけた少し変わったアイテム、背景ボードをご紹介いたします。このアイテムは100円ショップなどで展開しているアイテムで、今回入手したのはダイソーですが、1000倍ではないと思われますので、他のお店でも探してみてください。なお、シリーズとしてはウッドクラフトの仲間になるようですね。まあコテは背景ボードなので、紙でできているんですけどね。サイズとしては B5 サイズくらいのコンパクトですが、簡単に組み立ててて、使うので少しだけ立体的に楽しむことができます。何種類貝殻のパターンがある中、今回はミニカーのジオラマなんかに使えそうな野戦アウトドアな感じのものをチョイスしました。組み立てにはマスキングテープを使うとかっちり組み上げることができるし、反対側の夜の風景にも切り替えることができます。まあ昼側固定というならばしっかりテープ止めしてもいいかもしれませんけれどね。こんな感じでミニカーの風景に結構いい感じですね。ガンプラだったら144/1スケールの HG シリーズにいいかもしれませんね。ちなみに高さは20センチです。せっかくなので、ジオラマ仕立ての地面も用意。これは園芸用やアクアリウム用の小石で、これも100円ショップで入手できます。結構それっぽく飾ることができて満足度は高いです。なかなか悪くはないですよ。結構雰囲気よくわちゃわちゃ遊べるのもいいですね。価格が価格だけに気軽に楽しめるのはとても嬉しいところです。意外としっかりできているので、多少ラフに使っても壊れたりしないし、壊れても修理も簡単ですよ。おまけかなぁと思っていた夜側の風景ですが、これも結構悪くないですね。なんか、キャンプのジオラマとかが楽しめそうですよ。これはなかなか悪くない。写真撮影の風景として使うのであれば、組み立てないで使う方がいいかもしれませんね。このように高さ調整をしてあげればかなりいろんなものに対応できそうなんですよ。そういえば、これって昔のドリフのセットみたいですね。だから結構いい感じなのかな。